皆さんこんばんは、まゆです。あー、買っちゃった。あ、リップ塗ってない。今日はリップ塗らないでもいいですか？すいません、もう撮り始めちゃったから、もう忘れてた、私が悪い。はい、ということで、あー買っちゃった。あー、なんかアマゾン見てたらさ、結構靴下最近欲しいなと思ってて、でたまたまアマゾンのホーム画面にこんなのどうですかバリな感じで出てきたんですよ。買っちゃったよね買っちゃったよね。それがもう超可愛いの、超可愛いので、もう今月はあんまりお金使わんとこ、もうこの11月12月で来た、入ったお給料も結構もういっぱい使って、今年のね、今年頑張った分を自分のご褒美みたいな感じで、ごめんなさい、なんかもういっぱい使おうと思ってたら、お給料入ってくる前に買っちゃった。あ、やばい。え、めっちゃ可愛い。で、まあせっかくね、買っちゃったものはもう仕方ないから、じゃあやっぱりどうせならそれも仕事に使おうやっていう、買ったもの仕事に使おうやっていう、それでまたお金稼げばいいじゃんっていう話じゃん。じゃあちょっと紹介します。こちらです。じゃんじゃんじゃん、待って、まゆちゃんファン必見。これよ。え、超可愛くない？で、これなんで動画化しようかなと思ったかっていうと、私って足のサイズとか公表してこなかったなって思って、足のサイズとか公表してこなかったなって思って、多分気になる方いると思うんだ。元男の子さんね、まあ生まれは男の人、今は女性の人の足の大きさ事情、まあ、とりあえず履いてみよう、え、超かわいい、超かわいい。ちょっと待って、これで撮る。え、めっちゃかわいい。あ、やばいわ。あ、やばいわこれ。ちょっと待って、みんなに見せるね。ちょっと待って、はい、こちら超かわいい。こう花マーク、花柄があって、で、こういうさ、まあ、ストッキングじゃないけど、まあ、つま先までこう裸足に見えるみたいな。こういうの欲しかったんだよね、こういうの欲しかったんだよね。さっきまで正座してパソコンいじってたから、ここ赤くなってるんですけど、超かわいい。で、わかるかな、靴とか、まあ、ローファー履くとここが隠れて、この花が見えるようになるわけですわな。はいはいはい、っていうのが、こんだけ色あるっていう、こんだけ色あるっていう。え、超可愛くない？で、まあ、単刀直入に言いますと、実はこれ、足のサイズ25センチまでの人を対象の靴下なんです。25.5 以上の方は履けないよっていう靴下のサイズ。多分、23から25だったかな？ということはよ。ということは、私の足は25以下っていうことがわかります。じゃあ、単刀直入に私の足のサイズ、靴のサイズを言うと、あ、まずじゃあ、身長いくか、身長。私の身長は168センチです。多分、2年前に測ったのが多分、一番最近なんですけど、まあ、168センチ。で、まあ、体重は、まあ、肉体改造企画の方見てください。で、そんな私、結構女性の中では背が高い方の、そんな私の足のサイズは実は 24.5 の服じゃないわ、 24.5 の靴を履いています。ま、MTF さん、もともと体が男性だった人にしてはちっちゃいかな足。割とレディースの靴屋さんでも割といい靴見つかる、自分に合う靴見つかるって感じなんですけど、そうね、だから足の大きさの悩みとかは個人的にはなかったですね。はい。で、まあ25とか買っちゃったりとかして、まあ私結構タッパあるし、25とか入るだろうと思って履いてみたら結構ブカブカで、 24.5 履いてみたら、まあちょうどいいよねっていう感じ、フィットするよねって感じ。でも、私、足のサイズ実際に測ってみた写真があります。それがこちら。はい。多
分靴でフィットしてるのは多分余裕があってフィットしてるような感じがするのだと思う。だけど私の本当の実際、本当の実際の私の足の大きさは24から 24.5 の間のどこかだと私は思ってます。はい。ということで、こんな、やばい、私が履いたやつだ。履いてたやつだからちょっとあれなんだけど、見てこんな可愛い靴下を、こんな可愛い靴下を、ねえ、買って、ちょっと私やっぱ女の子やな。わてやっぱ乙女やな。私やっぱ乙女やわ。こういうので、ほんとなんか、あーってなる。なんか、あーってなるテンションが、あーってなる。こう買っちゃったついでに、そういえばこれ新情報じゃねえ的なものを公開させていただきました。まやちゃん、その、靴下いいねって思ったらぜひ、チャンネル登録、高評価、コメント待ちしております。概要欄に、ゲームチャンネル、謎のチャンネル、公式切り抜きチャンネルもあるので、ぜひ見てみてねってことで、1、2、3、4、5。いい夜を。